さっきからプレイヤーが降下してたり、銃声聞こえたりはしてるけど、合わないね。で、多分あれでしょ、ここがその回収地点に選ばれることもあるんでしょ。候補地に。候補地で。建物の中入れるよ、これ。あ、弾だ。あ、ミディアムアモ。ミディアムアモってなんかややこしいな。ライトアモとかでいいよ。こんだけ？こんだけ。めっちゃ物あるじゃん、ここ。うめうめ。まあ、なんか、アップデートとかでそのうちピン機能ぐらいは。これ、敵の足音と俺らの足音勘違いするんよな。とりあえず下降り。そこになんか置いてある。ああ、もうバックパック満杯っすわ。満杯っすわ。帰るか。満杯の時に敵と戦っても うまみがね。まあね。保管すりゃいいけど。なんだ？あ、俺。鉱石ある程度溜まったっしょ。うん。もう帰ってもいいかな。帰るか。うん。そのうちタルコ買おうかと思ってたけど、もうこれでいい。だいたいゲーができちゃったな。タルコは覚えるの大変だから、ね、楽だこれ。その上に普通に難しそう。うん。むずい。あのやることが多すぎるよ。良くも悪くもリアルじゃん、あのゲーム。リアルね。部位ごとに治療とかに。びっくりしそう。心臓が止まりそうになる。タルコフ入り。あされそうな箱。まあちょっと俺はね、四足歩行スカブと戦うことにするので。おお。バックパックが。おや？何ここ？なんか俺いらないもんねえか。あの、鉱物スキャナー俺さ、余分に持ってるけどいる？じゃあいる。あれ、これインベントに入れんの忘れてたわ。よいしょ。回収地点はこっちだい。うん。この音がさ、回収地点近いですよの音かな。かね。船どこに降りるんだこれ。え、あのこのここでしょ。これこれこれ。N 方向。ああ、それか。じゃあちょっとこの辺で。よしと。変なおじさんか。変なおじさん。今回グレ持ってきてねえんだよな。持ってきたら誤爆するだろうから持ってこない方がいいよ。まあ。まあ。またこんな始めたてのゲームでさ、この回収地点を監視するとか、そんなやつはいねえと思うんだよ。いやもういるかもしんねえよ。バッティングするってことはあるかもしんねえけどね。うん。これさ、乗って身を隠せる場所ないの結構きついね。もう ここで妹主義にやるの。後ろ崖だし。なるほどね。
はい。おーい。いやー、まあ順調にアイテムが溜まってるけど、ちょっとまだその他人のアイテムを。あ、まだね。うん、他人のアイテムが欲しいんだよな。他人が集めたものを奪うの。略奪して。略奪。あー、なんかアップグレードできるかな。その代用、このなんだ、うん、代用紙幣か。これが必要なんだ。おお。やべ、何も作れねえ。何も作れねえ。クエストやるか。これさ、クエストってパーティーの人も参加できんの、うん、ここの。参加はできないと思うな。それぞれ個別に勝手に進んでるね。ああ、なんかサブクエスト扱いみたいな感じで。そうそう。なるほどね。ちょっとじゃあ、紙幣欲しいから。仕事。あ、いや、仕事じゃなくて、もうミッション終わってたわ。何も分かってねえ、俺。終わってんのかい。仕事。レベルが必要ね。ストライダーを借れ。あ、なんか、本当にそういう感じか。インビアップグレードができる。さっきさ、アルタードニッケル手に入れたじゃん。うん。あれね、ラージバックパックに必要な素材の一つだね。うん。で、多分ね、あ、俺ミディアムバックパック作れんな。これ作ろうかな。いいじゃん。作ろう。バックパック大事だよ。15分かかる。まあいいや。なんか そのあたりだけ基本無料ゲーっぽいな。うん。ハロー、プロスペクター。ハロー。お仕事。達成できるお仕事ないな。今さ、なんだっけ。はい。市民の義務パートってどこまで進んでる？市民の義務パートはね、合成シートを届けるっていうところになってる、うん、あーパート2ぐらい。それこれパート1っすね。1かいな。合成シートなんてどっかにあったっけ。あった。でも俺今パート3まで来たんだけど、はい、3になるとロケーションを訪れる系になったから。ああ、はいはいはい、はい、押してくれ。押してくれ。あの合成シート持ってないですか。ナイス。あのフィールドに出てって俺にくれてもいいんだよ。はい、見つけたらあげる。やったぜ。なんかこれアイテム必要なアイテム系はトラッキング機能欲しいね。ね。また新しいとこに降りたな。どこだ。右上っすね。脱出地点。って感じの。なんかこの脱出地点って絶妙に近いところが選ばれるとかあるのかね。ねえ、そんな感じするわ。わからんけども。洞窟ないここ。うん。あ、宝石ねえんだ。ん？歩くね？ねえわ。うん。スキャン持ってるでしょ。あ、ここあるな。あったあった。ああ、待って、敵がいる。まず、先に掘っちゃう。深いな。ニッケルか。その必要なメタルはね、なんか建物とかから手に入るってあったから、うん、建物寄らんとダメかな。建物か。なんかてっきりさ、あの、うん、クエスト受注型で進めていくもんだと思ってたからさ。受注型ではないよね。そういうわけではないんだ。
勝手になんか進んでるよみたいな。素材集めゲーって言ったらもう大体モンハン基準で考えちゃうからな。まあ確かに。ああ、こっちは勝手に進む系だから何も考えんくていいわ。そうだ。まあ今ぶっちゃけそんな鉱石も必要なわけじゃないけど。じゃあさ、ウッドカッターキャンプってところ行ってみる？建物がなんかあるんじゃない？行くか。っていうかこれか？すぐそこ。ローデンジャー。うわ、でもマップ中央のあのドラゴンみたいなやつ倒してえな。この装備じゃまだ無理だろ。一番いいの頼む。あ、ストライダー こいつあと一体だ。俺は、俺もこいつ倒さないといけないわ。倒したら譲ってくれ。うん、俺もあと1体だ。うん、声するな。あ、いた。俺のだ。はぁ、はぁで、それを。よし、完了だ。これで紙幣がもらえるぞ。まあ、まだどっかにいるだろ。声がする。いた。終わった。あ、硬化金属あった。じゃあこれで帰れれば、アップグレードできんな。うん、じゃあそれポーチ入れとけばええやん。天才だな。そういうの入れとくん。なんか本当にタルコフやったことないから、なんか そういう考えにすぐ至らないんだよ。気をつけないと、警戒しないといけないな。そうだよ。今のところ緩やかに、ゆるゆるでアイテムを収集している。だけっていう感じだし。まあまあね。音が激しい。音は激しいけど。ハルコフとか秒で死んでるもんな。うん。あ、合成シートも手に入った。うん、よかったよ。合成シートまではセーフポケットに入らない。ああ、重量で決まってるんだ、これ。なるほどね。うん。重量とアイテムスロットを両方気にせんといかんと。はあ。よかった。待って、その上の建物気になる。そっちも行ってよ、俺。あ、行った？オッケー。うん。ちょ、ピンさせるようにしてくれ。なんかもうこれ、脱出ポイントと真逆だから。ああ、そうだね。戻ったもよくね。戻るか。まあ正直何分探索できんのか把握できてないから微妙だけど。その情報は確かなの？ずっとマップに留まっていたら、あのマップで異常現象が起こるって。うん、ベータ版ではそうだよ。あ、ベータ版なんてあったの。うん。何も知らねえ。俺の情報はベータ版から。アルファ版って言ったらちょっと、もっとアルファ版はちょっと信用度ないでしょ。剣道中だってよ。ほん。建物の中入りたいな。あ、待って、4足歩行いる。何度？いい。4足じゃないやつ倒すべし。うん。あ、4足来てるわ、いいの方から。おいだ。ショッカーン。
相手もう一体いるよ。マジ？建物入っちゃわない？入るか。こっちこっちこっち。ん？あ、ここにも入れるか。玄関。おお。おい。おお、いた。宇宙服みたいの取れない。あ、ここ漁られてね。え、嘘。あ、そういうわけだね。箱開いてたからさ。え、エイムしてホイールクリック、あれ、エイムしてホイールクリックでピンを、あれ、嘘だ、させる。あ、待って、俺ホイールクリックね、キーコンしちゃったんだよ。だって俺ね、このマウスのホイールクリック壊れてる可能性があるんだよ。ポンコツかよ。どっちもポンコツじゃねえか。え、そう。そんなことができるんですか。俺、ホイールクリック、エモートにしちゃったからさ、ピンのキーコンを探してる。ベータの時の情報なのですが。ああ、ベータなんだ。でもなんか今、キーバインドにそれっぽい。くえへぇ。いや、キーバインドにないよね、そういうの。ないね。つうか、あなたベータやってたって言ったよね。いや、俺はベータの動画を見たの。あ、動画を見たの？なんだよ。動画を見たの。やったわけじゃない。今のところ、なんか、あ、でもさっき別画面では俺ホイール使えてたからな。ホイール、なんかクリック。って考えたら。でもな、ピンのキーコンねえしな。そうなんだよね、ピンのキーコンないんだよね。まあ、そのうちわかるべ。そのうちわかるべ。もう無線機器とかいうちょっとレアそうなのしろ。これでピンはさせないしな。うん。まだリリースされたてのゲームだから。まあ。素材うんま、結構素材ある。うん、この建物って、ね、待って、美味しい。もう重たくて持てねえ。いっぱいか、いっぱいっすね。どこ行った？ああ、そんな奥に。そうっす。回路基板持てねえ。待って、俺肉、ストライダーの肉なんてこれいらんくね。肉より基板だわ。この銃声はあなた、あなただね。はい。あ、これ俺、これ俺。つかもここ脱出地点近い。うん。これ出れ、まさに脱出してんだよこれ。俺呼んじゃうよ。え、あ、待って、これどっから出るの？こっちか。あ、イグジット。ストライダーの肉高く売れますよ。え、何？高く売れるって言ってもな、Kポイント割と溜まってるしな。ふふ。まあ、いっか。なんかここ、いいな、この立地。敵来ても分かりやすいわ、高いから、場所が。うん。ああ、っていうか、そこ気をつけてね。チュートリアルで俺、潰れる？脱出船、いや、そう、潰されたんだよね。いや、こんなしょうもない死に様は嫌だわ。帰るぜ。こっち扉閉まってんじゃん。そう、閉まってることもあるんだよね。めっちゃいいじゃん。でもこれな、慣れてくると船の中にグレ投げられるんだろうな。ああ。いや、あるあるなんだ。これチュートリアルで潰されたもん。潰された。よしよし、うん。いっぱい持って帰った。1万円。
出社時間パート2、市民の義務パート1が進んだ。何も見てなかった、そこ。てか、タスクの名前ダサいな。うん。出社時間パート2が進んで次3だな。なんだよ、出社時間パートって。謎。電車ギリギリに乗った方がいいですよ。あ、ダッシュス線って、あれ、なんか乗って、インターバルがあって飛んでくんじゃなくて、あ、そういう感じなんすか。なるほど。離陸する時間、インターバルがもう決まってるから、ギリギリに乗れよって。船の中にグレ投げられたりするので。でも奥持ってった方が良さそうで、それやるなら。そうだね、まだ必要なさ、そこまでのレベルではないと思う、うん。まだそこまでのレベルではないと思う。のらも。うん、そう。今だけかもね、こんぐらいゆるゆるかに、ゆるゆるで遊んでられるのは。あのですね、はい、離陸船になんかそのグレを投げてきたりさ、そういうなんか、いやらしいことをしてくるのは、ベータ版を遊んでいた猛者の方々だと、とのことです。まあ、そりゃそうでしょうな。まあ、情報があるんだろうな、もう。うん。情報というか、もう慣れてね。帰る場所一箇所なんだから、まあ、そりゃそうするよなっていう。まあ、でも、やってくんのか。割と、まあ、今はまだ。超バラバラだから、張ってれば来るのかもね。しゃがんでね。足りねえな。高価金属必要なのか。いや、俺もその船の中グレ投げて倒すのやりたいな。いや、今だけでしょ、それで借りるの。じゃあ、張ってみるか、脱出地点、どっか。おお。やってみっか、じゃあ。離陸船のところで張ってるとかなり稼げますよ。まあでもさ、その張ってさ、船にその乗り込むタイミングでグレ投げるのはまあいいけどさ、張ってたら、張っててバレてないならもう後ろ取れるよね。わざわざ船呼んでる間じゃなくても。まあ、グレで倒すのと銃で倒すのどっちが早いかによるの。まあ、そうだよね。多分グレでしょうな。グレさっき食らった感じで45ダメージだったんだよ、ね、うん、つかなんか俺宿舎のアップグレード選択しても構築失敗しか出ないんだが、バグですか。なんでまだ失敗してんの。あの素材が溜まってるのに選んでも失敗出てますね、秒で。俺はどうだろうな、言ったぜ。おかしいな、俺は優秀だから。なんか足りないか。構築失敗なんてしない。おかしいな。別に急ぎじゃないけど。相手の装備が強かったりすると一試合行かないと打ち負けるので無理だと思う。ああ、そうだね。それはそうだ。よし。